こんにちは、いつもご視聴いただきありがとうございます。今回のお話は、チェリッシュの、えっちゃんが気になりました。長い間、テレビなどではお見かけしなくなりましたね。皆さんはいかがですか松崎義隆さんとご夫婦になって、現在はどんな活動されているのか、気になりましたので調べてみました。当時、小柳ルミ子さんや、天地真まりさんといった、 アイドルが売れる時代で、担当のディレクターさんは、エツちゃんをソロデビューさせたかった。メンバーは、次々に脱退し、結局二人のデュオになったのです。みんなに愛されていただいている、点灯虫のサンバフも、この曲が、シングルカットされると聞いた時は、本当に戸惑いました。しかし、今では私たちの代表曲となりました。これほど長く歌ってこられたのは、 この曲のおかげですから、私たち二人の運命の曲になりました。人生って何があるかわからないですね。えつちゃんも病を克服して今は安心です。と話されていました。こんなお話をさせていただきます。最後までお付き合いください。また、良ければ皆様の思い出やご感想もお聞かせください。 70年代の結婚式の定番ソング。転倒無視のサンバで一世を風靡した。夫婦デュオ、チェリッシュ。伸びやかな女性のエツちゃんの綺麗な歌声に高音で優しくハモる松崎さんのハーモニーが美しく調和した曲ですね。誰でも親しめる歌声が広く大衆の心に響き、フォークポップの世界を築いてきましたね。チェリッシュといえば、 日本のフォークソング歌手で有名なグループですが、チェリッシュで最初に思い浮かぶ曲は、やはり、天頭虫のサンバという人が、多いと思います。あなたと私が夢の国、森の小さな教会で結婚式を挙げました。照れてるあなたに虫たちが、口づけせよと、林やしたて、そっとあなたはくれました。こんな歌い出しの曲でしたね。 素晴らしい歌ですね。随分、結婚式の披露宴会場で歌う姿を見てきました。チェリッシュの、ご夫婦が仲の良い、おしどり夫婦、というのもあって、拍車をかけて、テンポも良く、縁起の良い曲で、誰もが知る曲ですね。1973年5月に、7枚目のシングルとしてリリースされて、誰もが知る、大ヒット曲で、結婚式のお祝いソングとしても人気になった。 伝統シのサンバ。テレビなど歌番組が随分と減ってきていることもありますが、チェリッシュのエッちゃんを見ることがなくなりましたね。皆さんはいかがですか最近のチェリッシュ夫婦を見る機会が減ってきていませんかチェリッシュのお二人はある企業に所属されていて、その夢のスター歌謡祭というコンサートで、全国を回られているとの情報を見ました。現在も、 精力的にチェリッシュとして現役でご活躍されているそうです。テレビにも出演してほしいですね。ご夫婦の簡単なプロフィールをご紹介します。ご主人の松崎義隆さんのプロフィールは、1949年11月1日の生まれ。年齢は現在74歳。出身地は愛知県。出身大学は大阪芸術大学。 奥様の松崎悦子さんのプロフィールは、1951年3月11日の生まれ。年齢は72歳。出身地は愛知県。愛称はえっちゃんで親しまれています。大学は名古屋経済短期大学。しかし、結婚されて40年も経つ松崎吉高さんと松崎悦子さんですが、子供さんっておられるのでしょうか 正直なところ、ずっと歌手として活躍されてきている姿は思い浮かぶのですが、子供さんがいるという話は聞いたことがありません。これまで私は子供さんがおられないのかなと思い過ごしてきましたが、実は息子さんと娘さんがおられることを知りました。娘さんがおられて、現在はお二人のマネージャーとしてお仕事されているそうです。だんだんとチェリッシュはご夫婦だけのものじゃなくなってきました。 子供さんも手伝っておられ、家族でお幸せそうですね。安心しました。しかし、安心はしていられないようです。68歳になって、胃がんを患い、8月に胃の全摘出手術を受けていたことを公表した。えっちゃん。松崎悦子さん。東京の練馬文化センターで行われたコンサート。夢、スター歌謡祭。春組隊。 秋組歌合戦で、約4ヶ月ぶりに仕事を復帰した。折も正雄さんら共演者や、ファンのエツちゃん、お帰り、コールに感謝し、6キロぐらい痩せちゃったけど、ご主人の松崎義高さんは、太りました、と、ジョークを交えて挨拶。代表曲、倒無視のサンバでは、息の合ったハーモニーを響かせ、ファンを安心させた。開演前には、 夫の松崎義隆さんと取材に対応し、経緯を報告されました。半年前に、腸に違和感を覚え、7月に検査を受けたところ、胃がんの一種である。印鑑細胞がんが発見されたんだんです。妻の悦子は、初期でした。びっくりしましたけどと10回。医師から全摘出を勧められ、お任せしますと、決断したそうです。早期発見に夫も、 運がいいとしか言いようがない。8月17日に名古屋市内の病院に入院し、その月の20日に手術を受け、3週間後に退院しました。その後は自宅でゆっくり静養し、体力回復に努めた。ご主人のサポートについて、えつこさんは、直接言うのが苦手な人なので、愛は感じなかったですけど、ワンちゃんの散歩や資源ゴミを出すとか、 そういうことができるようになりましたね。と笑いながら話されました。今後の活動について。ご主人は体力的に回復するのはまだまだこれから。少しずつリハビリをして。本調子になったら本格的に復帰したいと意欲満々。えっちゃんも無理をせずゆっくり頑張っていきたいですと誓った。二人は仕事も生活もパートナーという考え方なんです。 ご主人は、夫婦円満の秘訣なんてありません。出会ってからもう50年以上にもなるのですから。肩の凝らない、お互い適度な距離感を大ごとにしています。あとは、自然に逆らわないことですね。自分のペースで、うまく、心と体と付き合っていかないとね。この歳ですから、無病息災はありえません。持病があっても当たり前です。それくらいの気持ちで、ポジティブに。 そして自然体が一番ですと話していました。それに対して奥様の悦子さんは、夫婦はお互いの我慢、我慢、全部がうまくいくなんてありえません。100のうち60嫌なことがあっても、40素敵なことがあればそれでいいんです。ほどほどのところで、夫婦の中での自分の居場所を作るのがうまくいくコツかなぁ、と思います。今、 ようやくその居場所が見つかったという感じです、とえっちゃん。いくつになっても、おはがいを、松崎くん、えつちゃんと呼び合うお二人だそうです。出会ってからずっと変わらないそうです。お互いに、出会った時の初心を持ち続けていて、これも、周りから、おしどり夫婦と、言われる中でいたいです。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。また、 よければチャンネル登録や皆様のご感想もよろしくお願いします。